運んできました。ストークでーす。綺麗な海岸だな。僕の別荘がある島みたい。この辺り安全そうだからちょっと休んでいこうか。お、賛成。ずっと歩きっぱなしちゃったからな。ピースケのことは心配だけど、のび太くんも休んでおきないね。あ、のび太のくせに役立たずに頑張ってるしな。うん、そうするね。ねえ、静香さん、なめちぎまで行ってみない？あれだけ綺麗なんだもん。見てるだけじゃもったいないわ。ふ、いいですね。行きましょう。わあ、すごい。ゆうさん、海の底まで見えるわ。ほんと素敵。海も空も一面の青よ。水も冷たくて気持ちいい。せっかくだから思いっきり楽しみましょう。ええ。お前ら、ここで何をしている？その格好は恐竜ハンター？おいら、その辺のザクと一緒にすんなよ。おいらは、エラスモライダー様だ。だったらなおさま放っておけにいかないわ。うっかー、偉そうに、俺とバトルついてんのか？二人ともやめて、喧嘩ダメよ。ドキーン。かわいい。え？お前、名前なんだ？シーツか。おお、名前もかわいい。な、シーツか。結婚だ。おいらと結婚するぞ。結婚？ん、やべ、リーザーからの通信だ。わしだ、また遊び歩いてるのか？お前には基地一つ任せるぞ。基地で待機してしっかり守るんだ。う、了解。なんだよ、もう乗ってきたとこなのに。しずか、今日はこれで帰るけど、また会いに来るからな。え、ちょ、行っちゃった。なんだったわしら。とりあえずみんなのところに戻りましょう。みんな大変よ、恐竜ハンター見つけたわ。え、じゃあこの近くにもハンターの基地があるのかな。この基地にピースがいるかもしれないよ。この辺り探してみましょう。うん、ということで探してみましょう。一般セーブ。 SP が強いんやな。 SP カードが。おるわ。くっ、お前たちはピースケを返しよ。急に、うん、まだ諦めてなかったのか。お前たちはこの首長竜を留守と返すらしいな。そうだよ、だからピースケを返して。いずれ手放すつもりなら俺に渡すも一緒だろう。同じにするな。お前たちはピースケを金持ちに売るつもりなんだろう。そんなピースケは本当に幸せになるはずがないよ。幸せだと。お前はこの組の竜として手放そうとしてるんだろ。そんなの本当の親友じゃない。俺だったら何があろうと一緒に行くことを選ぶ。こいつを親友と思っているのはそれが当たり前だ。兄さん、それは違うわ。タイパドラのお前と話すことはない。口でもわからないな。近づいてわからせてやる。行くぞレグス、俺たちの強さを見せてやるんだ。ピースケを、ピースケを返してもらうまで諦めないぞ。のティナのデッキ。行こう。みんな行くよ。あれ入れてなかったな。僕のターンだよ。いいね。あ、エナジー消したやつダメなんだ。あー、マジか、ダメージ消えた。僕のターンだよ。俺のターンだ。
攻撃する何が来る。あ、それで攻撃か。カウンターしよう。100ダメージ、でかい。100ダメはでかい。俺のターンだ。バカな。ピュイ。ピューイ。ピースケ。ピースケ、よかった。本当によかった。
ぷいぷい。ごめんよピースケ、僕はしっかりしてれば怖いものしなくて済んだのに。ぷいぷい。ピースケ、もう話さないよ。なんでそう話してそいつを助けるんだ。ピースケは、僕は育てたんだ、ふるさとに返すんだ、僕は返さなくちゃ。お前はその首長竜とずっといたくない、一緒にいたくないのか。そんなの一緒にいたいに決まってるじゃないか。ふい。でもピースケの幸せを考えたらふるさとに返すのがいいと思う。だってピースケには自由に育ってほしいもん。兄さん、のび太くんは自分にとっての幸せよりもピースケちゃんにとっての幸せを大切にしてるのよ。兄さんだって昔はそうだったじゃない。このレプリカードを見てもその気持ちを思い出さえんのよ。これはまだレグルスが小さかった頃のルル。お前ずっと持ってたのか。兄さん、もう一度会えた時に渡そうと決めてたの。兄さんが小さい頃ずっと大切にしてたでしょ。これを見ては昔の気持ちを思い出さないの。本当にレグルスのことを考えていたあの子の気持ちを。うるさい、お前何がわかる。いいか、次に会った時は妹などが容赦しない。兄さん待って。兄さんが連れて行かれた恐竜レグルスって言ったっけ。なんでお兄さんはレグルスと一緒にいることにこだわるの。私たちが小さかった頃よ。兄さんものび太くんと同じで恐竜のお友達一応卵から育ったことがあったの。だけどタイムパトロールの人に確認返すように言われたの。絶滅した恐竜を育てるのは禁止されてるからね。兄はレグルスとずっと一緒にいたいって一緒にやりましたけど、結局レグルスは過去に返すことになってしまったの。そんなことがあったんだ。でもタイムマシンで白亜紀に向かった兄はそのまま行方不明になってしまったの。まだ子供だった兄さんはレグルスと一緒にいたくて恐竜ハンターの仲間になったかもしれないわ。僕にもピースケがいるから一緒にいたい気持ちはわかる。でもだからってお兄さんはいけないことをしてるよ。あ、一言言ってやらないと気が済まねえ。俺たちもルルの兄貴追いかけようぜ。うん、行こう。